ロムニーによる肖像ハイド・パーカーはイギリス海軍の提督。彼は五代巡弾尺ハイド・パーカー中将の次男である。若いうちにイギリス海軍に入隊し、大部分を父親の間で過ごしながら1758年1月25日に会議に昇進した。その5年後の1763年7月18日には職人官長となり、1766年からは、 西インドや北米海域で任務についていた。彼の名声を高めた作戦としては1776年にニューヨークを流れるノースーの防備を突破したものが挙げられる。この結果パーカーは1779年に騎士となった。1778年にはサバンナ遠征に参加し、翌年に当時敵対していたキューバの沿岸に難破することもあったが、残を構築して、 難を逃れた。パーカーは、父と共にドッカーバンク海戦に参加し、ジブラルタル海峡におけるリチャード・ハウ帝徳の二つの軍事行動にも加わった。1793年2月1日に、フランス革命戦争が始まると同時に少々に昇進し、トゥーロンやコルシカでサミュエル・フット帝徳の下任務に就いた。1794年7月4日には、中将となり、 ウィリアム・ホータム提督の不徹底に終わった二つの海戦に参加した。1796年から1800年の間は、ジャマイカに配備されており、西インド方面の指揮に能力を発揮した。パーカーが大将となったのは1799年2月14日で、1801年には武装中立同盟を打ち砕くための艦隊を任された。この時の自席指揮官は、 ホレーショ・ネルソンである。作戦目標であるコペンハーゲンは1801年4月2日に陥落したが、これはネルソンの猛攻によるもので、パーカーの艦隊主力はあまり勝利に貢献していなかった。勝利の後もパーカーはバルト海への進撃をためらい、この決断が激しい非難を浴びて、結局遠征指揮官の任務を解かれることとなった。 その後パーカーは1807年3月16日に死亡した。なお彼の息子の第3代ハイド・パーカーもイギリス海軍の軍人で後に海軍教となった。ありがとうございます。